キャプテンシーがすごいあるから家庭クビ宣告はされてる。小学校の先生やってるとお前らチョンが全ての社会です。1年違いですね多分。あとどのくらいかなとかって考えてきます。ユナイテッドの5番の香西克也です。普段は小学校の先生やってます。お願いします。東京ユナイテッドの11番で、今年キャプテンやらせてもらってます。佐々木理子です。普段は、生命保険会社で働いてます。はい、じゃあお互いの印象。お互いの印象。1年違いですね。多分加入した。そう入ってきたなと。加入も1年違いで年も1個ぐらい。でも大学時代には対戦相手なんで、はい、関東リーグで対戦してたので、はい、当時はお互い分かってない。知らない知らないんだけど、はい、今一緒にやってるっていう、そういえばみたいな。あ、いたなみたいな。そう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 。普段はめちゃくちゃこうやっておとなしそうなんですけど、誰しも知ってると思うんですけど、試合中になったら手がつけられないぐらい人が変わるっていう怖いです。小学校の先生やってるとは思えない見せれないね、子供には。見に来たりしないんですか、その学校の子供たちがとか保護者がとか。結構今まで見に来てて、この前の浦安戦もスタンド見たら子供いて、いきなり。そう、あとこの前のクリアソン戦も保護者来てたりとか、ちょいちょい応援してもらって、はい、やっぱ先生出てたら見たいですよね。嬉しいですよね、でも来てそこで変な姿変なって言ったら本気でやってるから出ちゃうんですよね。そうね、見せれないね、あんまり。遠いからあんま聞こえてないかもしれないまあ確かに、印象どうですか。リクはやっぱキャプテンシーがすごいあるから、まあ、監督ともいろいろ全部をつないでくれたりとか、あと若手にも結構気を配れたりするからすごいなって思うのと、あとブレーメンは最初の頃はやっぱ監督にはまらないっていうか尻上がりだよね、毎年尻上がりで、最初の頃全然メンバー入れないみたいな感じなんだけど、だんだんコンディションも上がってでフィットしてきて、中盤とか後半ぐらいになるともうスタメンでバリバリ出てみたいな感じで、最初からやるって感じで毎回そうですね、僕はずっとやってることは一緒なんですけど、だんだんハマるよね。春先は全く試合出てないですね。チョンが全ての社会です。だからそういった意味でも香西くんずっと出てるんですよ。はい、ずっと、はい。それが僕からしたらもうありえないというか、すごい。で練習に毎回来てるだったらね、そうコンディション的なことでも分かるけど、来れないから、そこはやっぱ元々の身体能力が、ね、あるんだろうし。社会人になったらね、下がっていくのをいかに止めていくかっていう作業になっていくから僕が下がっていってね、90分は出れないなコンディションが一番。そうだね、技術どうこうもそうなんだけど、走れてね、戦えるコンディションが全ての社会人だから。ご家庭を持たれてる。あ、そうですね、そこの部分難しさ家庭持ってるの香西君だけじゃない、インタビューしてるの。ああ、そうです、そうです。家庭持って、小学校の先生ですね、小学校の先生大変じゃないですか、まあね、結構ブラックってよく聞くんですけど、で、家庭持って練習してって言っちゃダメなの。結構大変で、嫁にも何度も結構家庭クビ宣告はされてて家庭クビ宣告一回去年やってたのが、JFL でアウェイの試合から帰ってきて、はいはい、いや、アウェイ大変だったわって言ったら嫁に、いや、うちもアウェーだよホームないからって言われて、結構名言だなって子供が生まれてから嫁もやっぱりサッカーに対する態度とかもちょっと変わってきて、本当に申し訳ないなっていう感じで過ごしてます、家では今毎年もう今年がラストのつもりでやってて、でもなんだかんだやめたいとか言わないままその次のシーズンを始めてしまって、僕も本当にもう長くはないと思ってて、自分でもだから1年区切り
で、今年